こんにちは、福山一恵です。先生のお話聞いてくださいね。そして僕に対する言葉、ね、僕を気分よくする言葉、お客さんでも、ね、お店の人を、患者さんでもお医者さんを、ね、上の人を、目上の人を、立場が上の人を、ね、気分よくすることってできるんですよ。お世辞ではないですよ、僕が言ってるのは。ね、例えばコロナでこんなこと心配だったんですけど、ね、コロナでこういう自粛してたんですけど、こういうこと新しく始めたんですよっていう話もしてあげた上で、その上でなんですけど、実はこういうことでちょっと困ってるんですっていうことも言うのが、僕は礼儀じゃないかなと思うんです。そしてそういう礼儀というものを使うには非常にエネルギーがいります。で、だから相談は早めにって僕は言ってるんですね。もうエネルギーがなくなったら、もうすがりつく、ね、溺れてる人がすがりつくのと一緒ですね。もうすがりつくのが精一杯になってくるんです。そうすると助けれないんですよね。だからまだ余裕のあるうちに、ね、早めに相談をしてもらいたい。で、何かあった時には自分の言葉に問題があったんじゃないかっていうことで探してもらいたい、ね、このことを気をつけるだけで、それと、ね、テレビを信用した、インターネットを信用して、どこにも行けなくなっている人、出にくくなっている人がいることは確かなんですよ、ね、どこそこに行ってもいいですかって、いや、いいでしょうっていうことですね。ここは危ないですかね、例えば病気なんです、病院怖いですよねって。ありがとうございます。ブログのリンクも貼っていますので、よろしくお願いします。